東園県の関門ダムでは梅雨前線がもたらしている連日の雨で貯水量が増加しています貯水量が増加しているはずだよ何日も雨が続いているからね240を超えていたもう8割だから問題ないよ5月1日から9日午前までに貯水量が3100万トン増え水位は240.66メートルに達しました 関門ダム管理センターの張嘉永主任は今日の水位は240.6これは今年に入ってダムの最高の水位です給水については6月末までは問題ありませんと話します水不足を心配していたダムのスタッフも今はほっとしています今年は農民歴つまり旧暦で水不足にならない年です このような言い伝えが当たるかどうかは分かりませんが北部水資源局では連日の雨にすでに水害防止の準備を始めています。